何回も言わせて。8時に始めるってお知らせしたんだけど、8時前に始めました。ほら、デビュー当時みたいって来てるよ。え、嬉しい。あ、黒髪似合ってるよって。え、やだけどね、今月いっぱいかな、やったとして。さあ、ギフトいただいてます。ユーフレカッコカリさん、ターボーさんからギフトありがとうございます。さあ、みんな何してるんですか？今日土曜日です。さあ、ハピニーさん、ギフトありがとうございます。今日土曜だよ。土曜の8時。ソフィラさん、ギフトありがとうございます。髪ほどいてって。え、やだ。私たまに黒髪で、一直線で結んだら、巫女さんって言われました。なんか、和っぽくなるよねって、急に日本人っぽくなるねって言われた。黒髪にした。お仕事中です。だって、夕飯食べてました。ネットフリックス見てた。お寿司屋いいなぁ。100円あげるけん、髪ほどいて、だって。え、本当に？じゃ、ほどく。あ、そう、髪縛ったらすっごい巫女さん。黒髪清楚に見えるからね、だって。あ、そうなんだ。あ、ラーメン食べてたって人いる。うわ、ラーメンいいな。さあ、ギフト、コッシーさん、ソフィラさんからいただいてます。ありがとうございます。私は、さっき帰ってきて、冷蔵庫に、2個だけみかんが保存してあったのにね、それ食べてます。てか、みかんってあれだね。常温よりさ、冷蔵庫に入れといた方が美味しく感じない？なんか引き締まってる気がする。身が。気のせいかな。すごい美味しい。これお友達にもらったみかんなんですけど。みかんが美味しいのかな、これ。そう、今だからみかん食べながら配信、こたつで配信してます。今日は、この後9時から。てか、やっても9時までかな。9時から、For You っていう1対1のテレビ電話のお仕事があるので、9時ぐらい前には終わらせちゃうんですけども。今日はね、さっき、うんこ行ってきたの。うんこ。ほら、可愛くない？これ。見て。知ってる？これ。知ってる？これ。知らない？あられちゃん。え、うんこミュージアム知ってる？黄緑のうんこ。あられちゃんか。うんこといえばあられちゃんか。私、うんこといえばお坊ちゃまくんって感じしたけど。え、これ初めて聞いた人は小児男子だと思うじゃないですか。でも、その何？
そのうんこミュージアムっていうのがあって、いろいろいろんなとこでやってるの。横浜とかもそうだけど、で私が行ったとこはお台場のあのショッピングセンターの2階にあるうんこミュージアムにお友達と行ってたんですけど、あ、ちなみに今食事中だって。あ、食事中の方はあまり聞かない方がいいかな。え、これ面白いよ。大体は子連れか、の大学生の女の子とか、その、ま、基本のコンセプトはうんこ。うんこは恥じゃないよっていうコンセプトで、そのうんこを楽しもうじゃなくて、可愛いとか、なんかそういうの、いろんなうんこあるよっていうの。そういうコンセプトのやつなの。え、行ったことある人なんて説明する？あのね、私も初めて、話には聞いてたけど、あのね、え、そう、だから今日私全然うんことか、だってその、ディズニーランドみたいに店員さんに案内されて、スタッフさんが、なんか、ありがとううんことか全然平気で言うんですよ。で、3、2、1、うんこーってみんなで叫びましょうみたいな。あと、うんこーって叫んで、大きい声の人が勝ちみたいな、そんななんか、なんていうの？ゲームみたいなのもあるの。だからすっごい場内、うんこうんこだらけでしたよ。すごいうんこーって聞こえるし。デートで行く場所ではないのか。あ、もうデートで行ってもね、いいと思う。あ、ショールームではうんこって売ってないんだって。え、大丈夫だよ。あの、絵文字だったら、あるから。うんこ投げるやつやったって、やってない。その形の帽子とか売ってんのかな？え、売ってます。ピンクの帽子売ってます。え、これね、これね、面白いよ。で、私が言うか、あの、お台場のやつは、入ったら、ま、いろいろ注意事項説明が、あって、大人が、だいたい今、前売り買って1800円。あ、前売り600円、1600円。で、一般チケット1800円かな？多分。で、子供900円ぐらいかな。で、入ったら、まず、なんかカラフルな便器があんの。壁際に。カラフルな便器。で、そこに、大人も子供も入った人全員座って、踏ん張ってくださいって言われるんだよ。確かに、あの、デートでは行くとこでもないかもしれない。あの、踏ん張ってください。みんなで、せーので、踏ん張ってくださいって言われて、みんな、んーってやって、ピロリ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 ンみたいな感じで、このうんこが出てくるの。で、これも、何色のうんこが出てくるかは、運次第。私は黄緑でした。そう。踏ん張った、いっぱい。そういうのが最初にあって、だから入った人みんなこれもらえます。え、楽しかったよ。なんかね、カラフルなの、結構インスタ映え狙いの場所でもあるなと思ったんですけど、なぜそこに行ったの？え、気になってたし、あとお子ちゃまたちと、今日お友達のお子ちゃまたちと行ったんだけど、まあ、お子ちゃまも楽しめて大人も楽しめるかなっていうところで、うんこミュージアムが当選したので。友達は何色だった？友達ね、黄色とか青とかピンクとかかな、確かか。自由の身になってすぐ行くとこ？え、確かに。ほんとそれな。え、ほんとね、大人も楽しめる。確かに。いや、でもみんな楽しんでたよ。基本子供がメインだけど、かわいいの、あの、店内が。まあ、普通に映画行きますって人もいる。1800円ね。まあ。子供たち喜んでたでしょうって。え、喜んでました。なんか、うんこって叫ぶゲームの時は、すごい恥ずかしがって、もう後ろの人待たしちゃってたんだけど、楽しんでました。俺は金のうんこでした。レアでしょう、だって。え、すごいレア、すごい。すごいですね。そう、だから今日はうんこミュージアム行って。ほら。かわいいでしょ？
今日お洋服緑だったからよかったかも。ほら、うんこ。いやー、楽しかったです。だからそのお台場でそのやって、うんこ、だからもう可愛いって言うたびになんかうんことか 言うんですよ。なんかもう洗脳じゃないけど、可愛いっていう意味でなんか、あ、うんこって言っちゃうぐらい、なんか言葉にうんこっていうのが染みついちゃってて、そのお台場の普通のショッピングモールの中にあるから、なんか外出てからもう全然これ持ちながらうんことか言っちゃうんですよ。で、旗から見たら多分なんだこいつって思われてると思うけど、でも本当それぐらい楽しかった。うん。ほうれん草を食べ過ぎたうんこ。あ、緑だから。いやでもね、楽しかったな。確かに自粛明け一発目に行く場所ではないかもしれない。さあ、ギフト、明石のポチさん、ターボーさん、カズオさん、アンさん、中野4475さん、明石のポチさん、カズオさん、ヤーヤンさん、ターボーさん、ユーフレ、カッコ、カリさん、ありがとうございます、ギフト。ある意味、清楚なお姉さんがうんこ連発するショールームすごいみたいな状態。え、清楚なお姉さんって言われちゃった。嬉しい。ほら、あれ、ゆうちゃん黒髪になったって。え、なりましたよ。一昨日ぐらいからなってますよ、私。黒髪ですよ。今月いっぱいまでしかやらない。あ、まあ撮影終わった当日に茶髪に戻すのもありだな。お台場混んでたって、まあ普通かな。はい、普通な混み具合でした。なんかそんな感じで、私は今日うんこ生活じゃない、うんこミュージアムに行ってきました。え、こういうさ、ミュージアムってさ、みんな行く？普通にプライベートとかで、ね、他にさ、うんこミュージアムとか、なんか他に何があるの？大人が楽しめるさ、ミュージアムとかさ、こういう遊び場ってディズニーランドとか USJ 以外どこがある？あんまりね、なんかチームラボとか多分同じ系列なのかな、このうんこと。秘宝館、大人が楽しめるの秘宝館。科学博物館。へえ。博物館とかいっぱいあるやんだって。ポケモンミュージアム。あ、チームラボ面白いよって。まだ一回も行ったことないんです、チームラボ。え、博物館？博物館だと私人生で生まれて行ったことないかもしれない。関東美術館、博物館多くて羨ましいって。へえ。え、私意外と、なんかあの、あれは好きかもしんない。あれっていうか、なんていうの？あの、恐竜のさ、生き様みたいなさ、やつとか、あと、原始人の、その、生い立ちみたいな、なんかそういう博物館ってないですか？え、東京にはいろんな博物館あるんだってよ。え、行ったことないかも。大阪にはチキンラーメン博物館あるようだって。え、チキンラーメン博物館、私行ってみたいかも。絶対さ、それもらえるでしょ。
科学博物館。私、一回ロケで科学博物館行った覚えがあるな。なんかで。え、今度博物館行ってみようかな。そんなに東京にいっぱい博物館があるなら行ってみたい。横浜とかありますね。カップヌードルミュージアム。みんな、なんか、カップヌードル、自分で作れるやつだよね、確か。デザインも具もだって。行ってみた。あ、次それ、ちびっ子たちと行ってみようかな。深海や恐竜は割と行くっていう女の子もいます。すごい。秋葉原には交通博物館あったけど引っ越しした。交通博物館なんだろう。確かに調べればいっぱいあるかもしれない博物館。でもね、みんなには1回でいいからうんこミュージアム行ってほしいな。今日まあ週末だったから家族連れ、まあほぼ家族連れだけど子供連れの多かったけど、いいと思うけどな。美術館も行ったことない。俺が4位や、褒めてって。中野4475さん、ありがとうございます。褒めてって来たら、おもろい。いいな、行ってみたいな。吉川優博物館作ろうって。確かに博物館ってだって自分の生い立ちを並べればいいだけでしょ。なんか事務所の同じ子にあやちょっていう子が美術館に詳しいから。ね。バスツアーで芋のミュージアム行かなかったかな。あ、行きました。バスツアーで私、おととと年ぐらいに芋のミュージアムみたいなの行って芋けんぴ食べて、あ、行った。バスツアーの行程にありました。吉川優画伯の美術館はよありだね。あ、今頃じゃないって言ったの。懐かしい。時早いすぎるの。うん、あ、思い出した。そうだ、行きましたね、芋ミュージアム。芋けんぴうまいよね。あ、私この間ね食べたね、芋のね、芋の薄切り、ほんとなんかポテチ並みの薄切りした芋の芋けんぴ、すっごい美味しかった。あれどこのメーカーかわかる？あれお取り寄せしたいんだよね。なんかもらい物なんだけど、あの芋チップスみたいな。え、あれね、私でもあんまああいうの食べないんだけど、なんかほぼ一人で食べたもん。芋チップス、ちょっと硬い。そう、芋チップスっていうのがね、すっごい美味しかった。いろいろあるみたいなんだけど、芋チップスって私がもらったところのメーカーが一番美味しかったかもしれない。まあでも芋チップスは大体美味しいかどうかも。え、高知のだったと思う。だってそれ、へえ、高知かな、名産だからだって。え、芋って高知が名産なの？私茨城県だと思ってた。え、芋チップス美味しい。
紫芋のチップスもあるよ、だって。へえ、そんなのあるんだ。芋けんぴ食べると口の中切りがちって。 どんだけ下手なの食べるの。 芋けんぴ食べて口の中切ったことある人あんま聞いたことないけど。わ、お芋食べたくなってきた。ねえ。あ、さつまいもの生産ランキング、鹿児島、茨城、千葉だって。あ、でも、あ、鹿児島も芋なんだって。初めて見。おととい茨城で干し芋買ってきたよって。ああ、干し芋はそうですね。干し芋はいっぱいある。あ、鹿児島がさつまいも有名なの。薩摩の芋だからってこと？本当にそういうこと？私初めて知ることたくさんある。さつまいも、由来で調べても。薩摩っていうのが確かに薩摩藩ってあるもんね。あ、本当だ。1600年頃、中国から日本にやってきました。琉球から薩摩、今の鹿児島県に伝わったので、さつまいもと呼ばれています。へえ。てか、さつまいもって中国から来たものなんだって。さつまいもの歴史は面白いっていう、この やつ読んでみたい。面白い、この記事。語源と由来、面白そう。あ、みんな知ってました？さつまいもの由来。だから、薩摩なんだ。へえ。今まで気づかなかったことが不思議だって。え、逆に？あ、あとこれ不思議、知ってた？じゃがいものジャガはジャカルタだって。じゃ、ジャカルタ発祥なのかな？じゃがいもって。本当それ？じゃがいも由来。え、考えたことないよね。あ、本当だ、すごい。17世紀初めにインドネシアのジャカルタからやってきました、じゃがいもだって。すごい。カボチャはカンボジアとかね、だって。あ、知らない。そうなの？尊敬したかって言われた。一つ賢くなったな。全然お友達のおちびちゃんたちに自慢するかもしんない。へえ。他なんだろうね。ナス。ナス。人参。でも、人参は中国だろうね。高麗人参とかあるじゃん。あっち系だよね。だから人参。ピーマン。ないか。唐辛子。でも知らなかった。これ勉強になると思いません？今の教科書に織り込めばいいと思う、この。すごい。ピーマン食べれる？食べれるよ、最近。ピーマン。
すごいね、でも。かぼちゃってカンボジアから入ってきたんだ。あれ？かぼちゃってカンボジアって書いてあったよね。カンボジアじゃないか。かぼちゃ、あ、カンボジアか。すごいね。だって、一回一回鎖国してくださいって言いに来てるってことでしょ？すごくない？さあ、ギフト、ひなさん、あかしさん、ポチさん、ユーフレカッコカリさん、ロンゲさんからいただいてます。ありがとうございます。あ、高麗人参の高麗はコリアから来てるんだって。高麗人参とか、栄養素の高いやつだよね。すごいね。でも知らなかった。私全部日本で作られてるものだと思ってた。だってさ、そんなにさ、まあ、さつまいもは薩摩か。カンボジアとかでさ、かぼちゃとか料理とかいっぱいあるのかな、じゃあ。へえ、なんか海外ってあんまり日本の食べ物ないイメージがあるから。ねえ、すごい。初見の方、チャーリーさんありがとうございます。ブロッコリーは人の名前だよ、だって。え？私、一回人を疑うことが入るから、本当？って多分言うと思う。本当？ブロッコリー人の名前らしいよ。知ってた？ブロッコリーだって。本当？それ。ブロッコリー由来。ってことは、キュウリもそうかな、だって。ねえ、違うじゃん。あれ？ブロッコリー人の名前じゃないよ。わかんない。ちょっと誰か調べといてください。イタリア語。ブロッコリー美味しいよね。なんかブロッコリーは、あれかも。どちらかっていうと、結構海外でもよく見るイメージ。海外のご飯でよく見るのは、芋でしょ？芋、人参、ブロッコリーはある。なんか、葉物系がないですよね。レタスとか。だ、レタスは日本製だ、じゃあ。だとしたら。海外でよく、まあ、ある程度見て、海外の料理で一切見ないって言ったらレタスじゃない？まあ、ナスもある。まあ、人参もあるでしょ？キノコもまあ、あるよね。ある場所はあるよね。レタスってさ、見なくない？あ、トマト。確かにトマトもあんまり。お米も日本発祥ではないっす、だって。知らない。なんで、私全部日本発祥のものだと思ってた、食べてるもの。あ、レタスハンバーガーに入ってないんかな。あ、入ってるか。ハンバーガーは海外のものだもんね。トマトはアメリカでたくさん作ってケチャップにしてるんだって。あ、じゃあトマトもいっぱいあるのか。日本で作られて、日本でよく食べられてる食べ物って何だろう、じゃあ。まあ、大体、輸出輸入してると思うけど。枝豆？枝豆じゃない？カタカナじゃないし、ひらがなだから枝豆って。枝豆って多分、日本の食べ物だよね。あ、さつまいも？あ、で、さ、違うの、チャーリーさん。さつまいもは、あ、そっか、薩摩、あ、鹿児島か。そう、鹿児島だ。枝豆は単なる大豆。
え、トマトってもともと観賞用で食べるものではなかったんだよ、だって。世界のあちこちで大豆作ってるみたいだけどって。へえ、大体でもみんな回ってるんね、食べ物同じ。あ、納豆か。納豆はでも作ってんの日本ぐらいじゃない？豆。え、大根は？私、海外で大根あんまり見ないよ。まあ、言ってそんな海外行ったことないけど。大根、出身地って調べればいいかな。大根出身地。東南アジアにも納豆ありますよ、だって。え、そうなの？古代まで遡ったら日本発祥の食べ物ってないかもね、だって。え、大丈夫？日本。あ、でも、大根。日本じゃないね。大根も違うね。大根も、どこだ？この出身地。大根でも海外育ちですね。原産はほとんど外国だと思う。あ、ごぼうを見ません。確かにごぼうぐらい日本出身であれと思う。わさびはどうだろうって。え、ほんとそうだよ。え、そうだよね。わさびは日本だ。わさび出身。出身メイドインジャパンの今食べ物を。わさび出身地。愛知県ってな、あ、これ。ごめんなさい。全然違うの見てた。男って書いてあって、わさびって書いてあって、わさび出身地って調べたら、一番最初に、カタカナでわさびって書いてあって、なんか性別、生年月日、獅子座 A 型愛知県って書いてあったから、全然違う、あ、パチスロライターの人だ。その人がわさびっていうのあって。え、わさびは日本原産って書いてある。へえ。自然薯は日本のものかな？え、ぽいよね。サンドイッチはサンドイッチ伯爵が考案したってことぐらいは吉川さんでも知ってるでしょ。え、だから私何も知らない。無知なんだって今。あ、日本原産で調べるといいですよって書いてある。ええー、ね、なかなか日本一位取れないね。あ、勘違いしてました。なんか全部日本人が発明したものだと思ってた。今食べてるもの。みかんとかもさ。え、さすがにみかん。ああ、そっか、グレープフルーツとか、まあみかんから柑橘系。あ、ナポリタン日本発祥なんだって。ちょいちょい嘘情報が混ざるなってきてます。誰嘘ついてるの？私何でも信じちゃうからね。へえ、なんか一つ賢くなった気がする。それだけ人類が大昔から交流して現代の植物がある、食べ物があるということです。うん。天津飯も日本だよって。全然中国の食べ物だと思ってた。中華系の。ブックスタンド TV 見ましたって。昨日放送だったんです。ブックスタンド TV。アーカイブでも見れると思いますので、ぜひ見てください。昨日普通に爆睡してました、なんか。私の昨日の爆睡加減みんな聞きます？すごかったよ。昨日、ショールーム配信してないんですけど、疲れちゃってて寝ちゃってたんですけど、8時、
7時ぐらいから寝て、一回、3時ぐらいに起きて、で、その後またすぐ、9時ぐらいまで寝ました。だから今日すっごい元気なの。まだ多分寝れないと思う、今日。ほんと。今日全然寝れない。なんならもううんこミュージアム行っちゃったから余計寝れないよな。あ、そう、ブックさん TV YouTube に上がってるみたいです。ぜひぜひ見てください。さあ、ギフトやんやんさん、ひなさん、いただいてます。ありがとうございます。そんな感じ。すっごい。いや、すごい、今日疲れた。今日は2時間配信スペシャルしましょう。いや、全然してもいいんですけど、この後9時からあるので。ごめんなさい。9時前にはちょっとドローンしちゃいます。全然オール配信とか、全然していいですけどね。いつかね。オール配信はちょっときついよね。なんか企画コーナーとかなんか MC の構成がないとちょっと難しくないですか？ 2 時間はいけるか、喋りで。24時間企画やりますかって。大丈夫、大丈夫。それに近いような配信者もいるみたいだけど、私の事務所のメンバーの子、24時間配信やってましたよ。隔離中に。あ、違うの？隔離中じゃないのかな？あれ、何中なんだろう？ねえ、全然配信。年末年始にカウントダウン配信とか多そう。多そう。多そうですね。私、今年かな？今年だったか忘れちゃったけど、自分の誕生日、5月1日なんですけど、今29歳で、28歳最後の日から、29歳のまたぎっかの時の配信は、ショールームでしました。うん。やりましたね。カウントダウン配信、すごそう。多そう。ショールームも多そう。皆さんもいつもカウントダウン何してるんですか？猫とお留守番。いいね。あ、寝てまーすって。ANA は歌舞伎町にいる。NHK 見てから寝ます。ライブ。ガキつか見てたかな？そうだ、テレビだよね。わかるよ。年越しそばぐらいは食べるかなって。へぇー。大概テレビ鑑賞。仕事疲れして寝てますなって。今年はガキつかやらないからどうしましょうって。昔はカウントダウンライブに行ったなって。ハロプロじゃないけど。私も一回行きました。アーティストさんのライブ。横浜かどっかのやつ。カウントダウンライブもいいですよね。あ、ハロプロカウントダウン。僕普段と変わらないって人も。そうだよな。ねえ、コロナの状況がどう影響するかですね。また第6波って言われてるんで、なんかそれによって何かできるできない変わってくるし。大阪ドームならカウントダウン行ったなって。ねえ、カウントダウンね。
でも言うてもそんな時期ですからね。11月でしょ？でも来月にはクリスマスがありますからね。あれ？クリスマスって23、24、25、26だっけ？違うな。なんだっけ、あれ、なんて言うんだっけ、そういうの。前菜、副菜みたいないい感じの言い方のやつ。クリスマスの、そんなやつの言い方。あ、イブだ、イブ。イブ。イブ、イブイブ、クリスマスイブ？イブ、あれ違うな。そう、全然前世みたいな言い方のやつ。なんだっけ？イブ。イブ、イブ、イブ、クリスマスイブ。違うか。イブはイブニングの略。あれ？イブの次なんだっけ？あ、違う。イブイブだ。イブイブイブイクリスマス。あ、イブイブイブクリスマス。だって。イブイブイブクリスマス当日。そういうこと？うん、クリスマスが終わったらさ、もう年越すって感じするよね。早すぎない？クリスマスでかさ増ししてる感じする。わかるかな？この感じ。イブイブイブクリスマス。イブイブとかあったんですねって。私も、あんまりクリスマスちょっとよく分かってないんで。イブっていうのはイブニングの略。クリスマス終えると年齢が1個プラスされた感がある。なんでだろう。クリスマスの前日がクリスマスイブ。前々日がクリスマスイブイブ。だって。僕はクリスマスの制度採用してませんって。でも綺麗だよね。クリスマスツリーとかさ。多分、イルミネーションとか綺麗じゃない？なんかイルミネーションで混むのは私もあんまり好きじゃないですけど、毎年、あそこ、横浜の赤レンガで、クリスマスマーケットみたいなのやってるんですよ。クリスマスマーケットは、なんか、まあ別に何も飲まないし食べないけど、見るのが好きで、なんか結構、行ったかもしれない。クリスマスマーケット。リア充爆発しろって。やめて。そういう言葉ありましたね。リア充。リア充って懐かしい。サンタさんいますか？って。赤レンガ。倉庫行きたい人生だったって。自宅をイルミネーションする人をどう思われますか？すごいいいと思います。全然。キッカサンタコス懐かしい。やりましたね。イベントとかでね、来た時。クリスマスだって。私去年クリスマス何してたんだろう。誰かなんか覚えてる方いらっしゃいます？吉川優2020年クリスマス。私ね、でもやっぱりクリスマスってイベント行事だから、なんかイベントとか配信とか何らかしらはやってたと思うんですけど、まあ、コロナ禍になってイベントごとができなかったりとか遅れちゃったりっていうのがあったんで、何したかわかんないんだよね。
何分まで配信？56分ぐらいまでやります。まあ。私、去年のクリスマス何してた？振り返れば分かるのか、画像を。なんか、全然覚えてない。クリスマスだってよ。確かになんか、去年のクリスマス本当に何してたんだろう、私。今年のクリスマスの予定は？分かりません、まだ。もしイベントが入るなら、あれですけど、まだそういうのも分かってないので。全然。わしゃ今年もクリぼっちやわーって。今年はお一人様クリスマスケーキが流行りだって。そうだよね、やっぱり。去年のクリスマスだって。あ、この辺かな、私。12月、あれ、23とかですか？クリスマスって。あれ？今2021だよね。待って、私待って、何してたんだろう。すっごい不思議。25か、25年。クリスマスの写真がそもそもないかもしれない。12月。あれ？25とかだよね。冷たい空から、いつもエハラーシのイルミネーション、少しずつ見たか、白い吐息。イベントやった、もしかして。あ、多分ね、稽古だったのかな。稽古の合間に、クリスマス当日はみんな仕事だから稽古なかったから、なんかイベントやってたのかな。ね、あ、そうだ、あ、全然なんか写真が、クリスマスの頃の写真がなさすぎて私もびっくりした。さあ、ビギナーさん、ピロシキさん、ありがとうございます。そうだ、舞台だ、舞台で。あ、思い出した。私この時あの舞台やってたんですけど、すっごいなんか喘息みたいね、年末苦しかったんだ。あ、思い出したね。そう、2020年の暮れは私すごい大変だったの。あ、あった。そう、そう、遥かな時の中で3のあの稽古だったんですけど、謎の喘息、今まで喘息がなかったんだけど、もう咳止まらなくて。あ、懐かしい。ありました。コロナ疑惑。コロナじゃない。絶対コロナじゃないことは確か。いや、わかんないけど。でも、すっごい咳止まらなかったの。あったね。それ、去年だ。すごく懐かしい。そう、そういうことがね、あったんですよ。そう、気管支炎、いろんな病院行ったけど、喘息って言われたり、気管支炎っ
って言われたり、あと後鼻炉って言われたり、いろんな病名言われました。多分最終的に行った病院で、まあちょっともらって落ち着いた薬の審査結果は後鼻炎、後鼻炉炎みたいな。ストレスっぽいやつで気管支炎やられたやつか。ああ、それもあるかもね、多分。あの咳は大変そうでした。私も初めてすぎて、もうストレスですね。え、やっぱりそうなのかな。24日に咳止まらんってツイートしてるって。そう、すごいごほごほしてた時期があって。あ、そうだ。それでそう。そんなごほごほしてる間にライブがあって、ライブ大丈夫かなって心配してたのがその26日の去年のクリスマス付近のライブだったんだ。あ、そう。え、大変だったの。あれからそろそろ1年になるってこと？恐ろしいね。コロナじゃなくてよかった。え、そう。全然。ストレスで胃酸が多くなって気管支炎やられるんだよね。やっぱりそうなんだ。やっぱりそうだよね。分かってる。ありがとう。そうなんだよな。そう、みんなも気をつけて。あ、頑張ってる人生。本当に。そろそろ10分前ぐらいだけど、携帯の充電とか大丈夫？え、大丈夫です。携帯の充電しながらやってるんで。そう、9時から、あります。お風呂で見てるから上がらなきゃ。え、上がって、早く。そう、そんなのがね、あったの、その懐かしい。あっという間だね、そう考えると1年。さあ、ターボーさん。ヤーヤンさん、ギフトありがとうございます。だから1年あっという間じゃない？そう考えると。へぇー。何もしなかったな、そう考えると今年。私何してたんだろう。ねえ、また年取りますね。え、そう、来年は、30歳っていう、ちょっと、30歳って人生の節目じゃない？人生の運気って12年周期だけど、30っていう年って結構、どっとくるよね。どっとくるというか、ぐっとくるというか。ね。でも来年の30歳は、配信またやろうとは思ってます。29から30のまたぎ配信は、ぜひ見てください。見てください。まあ、仕事の関係でできない時もあるかもしれないけど。もうすぐゆうちゃんに会ってない期間が2年を迎えるな、だって。そう、全然会えてない方はもちろん、いらっしゃいます。本当にそうだよね。あ、ジュリーさん。明日誕生日です。だって。お、めでたい。11月14日。日曜だ、明日は。おめでとうございます。あ、ジュリー、おたおめって来てますよ。健康に気をつけてください。もう以上です。それ以外何もないです。めでたいです。40過ぎたら、あとはもう墓場まで一直線です。だって。年取るたびに1年が短くなる。え、わかる。ねえ。あら、おたおめでーすって。力道山と同じ誕生日。私、らしいです。よかったです。よかったです。おめでとうございます。いいね、誕生日。あ、もうすぐで始まるよーって通知がね、いちいちってあれ。くんのいちいちって言葉、ちょっと今失礼だったけど、一回一回。あと何分で10分前ですよっていう。さあ、ギフトジュリーさんいただきまして、逆にね、ありがとうございます。あ、ではではまたね、お月っかは先に言うておくってことで、ありがとうございます。
だそろそろもう切っちゃうので、今日はね、だからうんち、うんちってまた久々に言ったけど、明日配信はあるって、やろうと思っております。はい、月曜日は10時から配信がありますので、ぜひ。あ、そう、健康診断なんだ、月曜日。あれ月曜日だったかな、先週、あ、来週健康診断があるの。バリウム、すごい緊張してきた。なんかいろいろ、そう、頑張る、これ、うんち。そう、健康診断があるんで、前夜の何時は飲んじゃダメみたいな、食べちゃダメとかあるじゃないですか。診断の何時はダメみたいな。なんかそういうのがなんかね、忘れちゃうんだよね。ほんと。そうだ、健康診断。検便はないのね。え、検便って毎回あるよね、多分ね。ああいうのね、忘れちゃうんですよ。キッカーさん、悪いとこ出まくるかもしれませんよって。だからそう、出た時がすっごい怖い。そう、何時以降食べちゃいけないとかあるんだよね。診断前の、あ、診察前の何時はダメですって。9時以降は水だけとかあって、そう、そういうのがあるんだよね。超音波とかもやるって。あ、女性はね、そういう、何？あるんですよ。そういうオプションみたいなのが。超音波、そう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 。そういうのね、やるんです。1年1回。でもそういうのは全然いいのよ。私は、バリウムが苦手。まあ、カメラ飲むよりは全然いいけど、ゲップしちゃいけないっていうのと、あと、泥を飲んでるような、なんていうの、重い液、スムージーみたいなの飲むのが苦手。はぁ。ほんとだ。検便2日分って。さすがにこれ持ってるから、今日うんこうんこ言いまくってますけど、さすがにやだね、本物のやつやりますなんて言うの。え、会社のやつですか？はい、もちろん。ありがたいことに巻いて。あ、時間大丈夫って。あ、今59分で何秒配信してるから。あと50秒ほどで切ると思います。時間でーす。ま、そんな感じです。さあ、ギフトくださった皆さん、ありがとうございました。そう、だから今日は、これを花瓶に刺して寝たいと思います。さあ、みんなありがとうございます。また配信するとき、早めに言うようにしますね。なるべく。さあ、というわけで、ありがとうございました。また、さあ、素敵な日曜日を過ごしてください、皆さん。それでは、切りまーす。ありがとう。